仕事に情熱が持てません。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日はスペインのサンセバスチャン、バルで有名なサンセバスチャンですけども、そのバル街からお届けしています。今日は質問いただきました。トムさん、28歳、女性、今の仕事に興味を持てません。もともと地方公務員になりたかったのですが、国家公務員になって6年目です。正直政策等大きな仕事に興味がなく、いつ辞めようか入省以来ずっと考えています。ただやりたいこともなく、転職先も思いつきません。贅沢な悩みかもしれませんが、仕事に情熱を持てず毎日過ごしているのが辛いです。どうしたら情熱を持って仕事ができるようになるでしょうか。まあ、仕事に情熱が持てないということですけども、まあ、仕事に情熱が持てないのであれば持たなくてもいいんじゃないのかなっていう、無理してね情熱を持つ必要もないんじゃないかという見方もありますよね。ライスワークっていうのとライフワークっていうのがあって、ライフワークっていうのは本当にやりたい自分のことを仕事にするっていうライフワークですけど、そうでないのはライスワークというふうに言います。ライスワークっていうのは、まあ、ご飯生計を立てるために、お金を稼ぐためにねやっていく仕事がライスワークって形になりますけども、だから必ずしも全ての人がね自分の本当にやりたいことを仕事にできるかというと、なかなかそうはいかないと思うんで、そうなった場合別に仕事に自分のやりがいとか生きがいを求めなくても、例えば趣味であるとか、あるいは副業であるとか、そういったところにですね自分のやりがいとか生きがいというのを求めてもいいんじゃないかなというふうに思うわけです。だから仕事を情熱を持てないといった時において、一番簡単にできるのは休日を自分で本当にやりたいこととか、そういったことに振り向けていくっていうのは、まあ結構いいことなんじゃないかなというふうに思うわけですね。もちろん仕事に情熱を持てればいいんですけども、なかなかそうはいかないということももちろんあるとは思いますので、まあ仕事ばかりが人生ではありませんので、別に仕事は仕事として割り切ってね、アフターファイブであるとか、あるいは土曜日曜日の自由な時間をいかに自分のやりたいことをやっていくかというようなね形で、自分らしさ会社で発揮できないとしたならばですね、別に会社じゃなくても自分の休日とかアフターファイブに本当にやりたいことをやっていくということが全然いいんじゃないかなというふうに思うわけでございます。まあ、どうしてもね日本人の場合仕事を中心で考えちゃうので、まあ仕事つまんねえなというふうになるかもしれませんけど、まあそれはそれで割り切りながら、例えば趣味に生きるみたいなことで楽しく生活してる人もたくさんいらっしゃるわけですから、仕事に全て情熱をかけなくてもまあいいんじゃないかという形で、仕事は仕事、プライベートはプライベート、その中でまあ自分の興味や楽しみ、情熱を持てるものを何か発見していくっていうことをしていけばいいので、自分のプライベートの中で自分らしさを発揮する方法っていうのを見つけていった方が簡単なんじゃないかなというふうに思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。